実施前の注意点です。以下に該当した場合、主治医に相談してから運動を行っていきましょう。またその他治療中の項目があった場合でも、一度主治医に相談してから行っていきましょう。運動時の喫茶の目安についてです。運動時の喫茶の目安は、多少強いから強い程度の負荷にしましょう。きつすぎる運動は逆効果となりますので注意しましょう。今回紹介するのが、国立長寿医療研究センター在宅活動ガイド2020に掲載されています体力向上パックについてです。さまざまな種類の運動がバランスよく配置されており、運動の初心者から高齢者まで無理なく実施できる内容です。運動後の注意点です。痛みのなく無理のない範囲で行ってください。その日の体調に合わせて時間、種類などを調整していきましょう。ウォーキングのポイントです。天気のいい日は風通しのいい場所で 2,30 分程度散歩をしましょう。散歩中及び前後に水分補給を十分に行いましょう。足の力をさらにつけたい場合は、大股で歩いたり足を高く上げて歩いたりしましょう。転倒には気をつけてください。運動する時間が取れない、続かない、そういった場合は普段の生活活動を変えましょう。エネルギー消費の中で身体活動が占める割合は3割程度あるとされています。実はその中で運動が占める割合は少なく、普段の家事動作が多くの割合を占めていることが分かっています。ですので普段の生活動作だけでも十分たくさんの筋肉を使っています。大きく体を動かしながら家事をするだけでも運動の強度がアップするでしょう。普段より1回分階段を使ってみるのもいい運動になると思われます。